こんにちは、ジャズです。ということで本日は先日出した谷中銀座の聖地巡礼に続き、本日は乃木坂ファンの聖地アットホームな空間を東京の乃木坂駅にあるラーメン丸彦さんにお邪魔してきました。以前に動画でも一回だけ行ったことがあって、で最近マリコさん食べたいなって思って、お母さんを誘ったらお母さん行ったことなかったので、いいよって言ってついてきてくれました。前回の谷中銀座さんに行った後にそのままピュンとマリコさんにお邪魔しました。メニューがたくさんあって何を食べようか迷っちゃうんですけど、ぜひ私たちが何を食べたかは動画を見ていただけたらなと思うし、優しさに包まれてるというか、本当に素敵な空間を作ってくださってるなって本当に思う。卒業生の渡辺ミリアちゃんのアーカイブ展をちょうどやってる時で、めっちゃ綺麗だった。なんか映していいか分かんなかったから映さなかったんだけど、すごいね、目を引かれた作品が何個もありました。ぜひ皆さん、まだ丸彦さん行ったことないよっていう方はこの動画をぜひ最後まで見ていただき、行ってみてほしいなと思います。丸彦さんお邪魔しました。撮影協力ありがとうございます。という感じで、年内チャンネル登録者数様2000人様目指しております。 JK オタクのあちゃらたと申します。この動画少しでもよかったなとか、この子協力してあげたいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録だったりいろんな方にシェアしていただけると嬉しいです。どうかよろしくお願いします。そして19日のリアルミーグリに、横浜のリアルミーグリに行くんですけれども、前日にちょっとドキドキだっていうのを皆さんとライブ配信のお話できたらしたいなって思ってたりしてるんですけど、できたらいいなって思ってます。やるってなったらまたツイッターでお知らせするので、そちらのチェックもどうかよろしくお願いします。それではレッツゴー。ドアが閉まります。手荷物をお置きください。耳が幸せでしょ。何あれ、ご出演お待ちしております。あ、どこ行った、わかんない。何今の。あれが正面で、隣が乃木神社なの。あ、だけどラーメン屋さんはこっち。後で行こう。乃木坂駅どうしよう。あぶね。あっち。よかった、覚えてたわ。あぶね。あの、煮つけ麺って書いてある。マルヒコさん。あ、こう見てる。こんにちは。すごい。こんにちは。ありがとうございます。ね、申し訳ない。あ、そう、なんかね、やってるんだって。ミリアちゃん、ミリアちゃんが本来が展示会をどっかでやってたらしいけど、それのアーカイブのやつをマルヒコさんでやってるんだって。そう、ありがとうございます。他の人たちに優しいんだよ。ここに生写真を置いて一緒にラーメンと写真が撮れるようにしてくれてるの。ありがとうございます。遅くなって申し訳ない。すいません。凍っとける。乾杯。あ、最高。何食べる？ずっと餃子はね、食べてみたいなって思ってたんだけど、これはどういうこと？味噌ラーメンと煮卵と餃子のライスがついてる。餃子とライスがついてる。あ、そういうこと？そんな食べられないな。おすすめセットメニューだ。あ、本当だ。食べたい気持ちはあるけど、いいお酒決めて。この前はあれじゃん。わあ、すごいチャーシューの量。ゆり負担出ちゃうんだよな。塩でしょ。塩？これも美味しそう。どうしよう。これ何？たくさん。50食限定だからあるかわかんないけど。あったらね。なかったら企業にしよう。うん。塩だ。あ、お子様ラーメンにしようか。どうしよう。あるじゃん、味噌先発。あ、味噌ラーメンと高菜ご飯。味噌ラーメンとお酒。味噌ラーメンに煮卵とコーンとほうれん草のトッピング。美味しい。食べる？だって俺も食べられないんでしょ。餃子も食べられないんでしょ。無理じゃね？無理かな。だってあんまり好きないんでしょ。じゃあこっちにしようかな。味噌ラーメンに煮卵とコーンとほうれん草のトッピング。これなら大丈夫そうじゃん。はい。いや、私が読むから。これってまだ味ますか？はい、大丈夫です。じゃあこれを一つと、はい、お二つ。あと、新江戸式ラーメン、新江戸式ラーメン。はい、あと餃子も一つ。はい、誕生日ですよね。
先月です。ありがとうございます。すいません遅くなっちゃって今日すいません。ありがとうございます。そう、あとみさみさんの動画にも出てらっしゃった方で、この間あそこに座った時に優しく接客してくださって、その後も一回連絡くれたから、うん、優しいよね。ちょうど今タイミングがあったね。だとしたらやつこれ。あ、ひなたもいる。あれだけだよ。ね。すごいな。シュリンって書いてある。すごいお客さんの子。すごいね、お客さんからもらいましたって。ね、ありがとうございます。美味しそう。美味しそう。わあ、あ、めっちゃいい匂い。本当だ。やばいね。いただきます。いろんなメンバーちゃんのさ、サイン入りのが置いてある。アスカも置いてあるし、みなみちゃんも置いてある。サイン入りなんかいいよね。マジでさ、聖地でもありさ、なんか麦わたが集う場所、アットホームな感じがめっちゃいいよね。素敵。そこにさんもいる。どこ？この見えない角度で感じだね。ちょうど見えない角度。映画館の最前列みたいな。はい。ありがとうございます。結構無料ですね。いただきます。おすごい、美味しそうすぎる。なんで2個つけてくれたの？あ、そういうことか。なんかラーメンも一緒に移したいじゃん。多分ね。いただきます。多分姿勢悪くすれば。味わえてなかったのかも。めっちゃ美味しい。前回は味噌だった？だったと思う。なんか記憶にない味が美味しかった。だけど緊張した、立ち裂けそうだった。美味しかったっていう気はしかなかったから、そうやったままで来て。ねえじゃないの、ありがとう。じゃあこちらこそ出てきてくれて、ついてきてくれてありがとう。マスルコの味、うん、すごい気がするね。え、もう本当だ。洗濯お願いします。これだから子供って言われるんだよ。ラッキーネスの形で下手っていう形だからね。うん、大変だし、今話してる声が入ってる自信もないから、うん、大丈夫かなって心配してる。いいの、来たことあるのかな。あるの？でも前に行こうって誘ったの、うん、じゃあ自分で行け、ただ一緒に行こうよって言ってるだけなんですけど。この時期はそういう気分じゃなかった。ちっちゃい頃ね、妹が欲しいって騒いでたんでしょ。騒いでばいい。違いで、生まれたらどうなった？あの車の写真が一番好き。YouTube のあのヘッダーになってるさ、富士山の写真を
結構好きだけど、いつから脳トレ始めさせた？わかんないけど46時間ちーちゃんが復帰したやつ、うん、それは途中途中でもその時まだ興味なかったよ。そこまでね、ちゃんと脳トレして好きになったのいつなんだろうね。そうなんだよね。母親に対してさ、強制的にお前らっていうさ、兄弟嫌じゃない？かわいそうだよね。娘が鬼畜すぎる。やだよ、こんな娘。かわいそうに。楽しかったよ。あ、本当に？よかった。ドライブしてる時のさ、曲のさ、時なんてひどいよね。イントロクイズの時なんて。私の圧エグいよね。運転しながらできるマジですごいと思う。あー美味しかった。そんな恥ずかしい。わかるわかる、めっちゃ。あーカメラ越しでもちょっとわかんない。ごちそうさまでした。あ本当だ。あ可愛い。可愛い、すごいあれ。マスティッチ。あミリオちゃんの作業だ。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。頑張ります。ごちそうさまです。ひいひい言っちゃう、お腹いっぱいすぎて。まるひこさんでした。美味しかったね。お腹いっぱいだね。優しいね店員さん。嬉しいよ。直接さ、視聴者の方じゃんにさ、頑張ってくださいって直接言っていただけることもなかなかないからさ、ニヤニヤしちゃうよね。はい、という感じでいかがだったでしょうか。乃木坂駅にあるラーメン丸彦さんにお邪魔しました。そう、乃木神社も映してはないんだけど、なんかちょっとだけバーって入って、また改めて違うところにも聖地巡礼行きたいなと思ったし、もう本当に美味しかった。餃子、丸彦さんの餃子初めて食べたんだけど、めーちゃ美味しかったしさ、もう店員さんがね優しくて、前回一人で行った時に優しく声かけてくださって、その時に名刺みたいなのを私がお渡しして帰ったんですね。そしたらその後チェックしてくださったみたいで、動画見てますって言ってくれて、でお誕生日のライブ配信も見ましたって言ってくれて、優しいと思って、ライブ配信だよ、嬉しいよね本当に、ありがとうございますって感じだし、これからもよろしくお願いしますって感じだし、谷中銀座さんに思ってたよりも長い時間いたから、お伝えしてた時間よりちょっと遅くなっちゃったのね、着いた時間が。だけど、あ全然大丈夫ですよって言ってくださって、もう本当にごめんなさい遅くなっちゃって、でもありがとうございます、優しく声かけてくださって嬉しいです。実際に私の動画を見てくださってる方にお会いしてお話しするっていう機会もそんなにないじゃない。真夏の全国ツアーでお二人の方にお会いして、今3人目って感じだから、なんかやっぱり見てますって言っていただけたり、2000人頑張ってくださいって言っていただいて、なんかその時は素直に ありがとうございますっていう感じで、ちゃんとお礼を言えなかったのがすごい悔しくて、めっちゃ嬉しかったんですよ。なんか不思議な感覚の方が勝っちゃってて、本当に自分を見てくださってるんだじゃないけど、なんて言えばいいんだろう、自分の動画を本当に見てくださって、そうやって応援してくださってる方が本当に本当にいらっしゃるんだって、いらっしゃることは分かってるんだけど、そうやってお話ししてくださると、あ嬉しいなっていうか、あ不思議な感覚だなみたいな、なんかとっても嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったです。幸せ者だなって思いました。本当にごちそうさまでした。美味しかったです。また行きます、すぐという感じで、この動画が少し良かったなって思ってくださったら、チャンネル登録高評価コメント、そしてプラスの拡散もぜひよろしくお願いします。年内チャンネル登録者数様2000人様を目指しております。JK オタクのアチャレットと申します。本当に皆さんの力をどうか本当に貸してほしいです。2ヶ月もなくて本当に焦ってます。焦ってるんですけど、ぜひ皆さんの力を貸していただけたら嬉しいです。どうかよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。ごちそうさまでした。